ミシェル・プラティニミシェル・プラティニミシェル・プラティニ1955年6月21日隊は、フランス出身の元サッカー選手、元サッカー指導者、欧州サッカー連盟前会長、元国際サッカー連盟副会長、フランスサッカー連盟副会長、サッカーフランス代表の AS として1984年の UEFA 欧州選手権において同国に、 初の国際タイトルをもたらした1980年代を代表するサッカー選手の一人であり、1950年代のレーモンコパや1990年代のジネディーヌ・ジュダンと共にフランスサッカー史に名を残す選手である。優れたリーダーシップで攻撃陣を率いたことから日本では将軍と呼ばれてた。愛称・デロワは直訳すれば王だが日本では 将軍と訳されることが慣例化している。プラキニは1955年6月21日にドイツの国境に近いロレーヌ地方、ムルトエ・モゼル・ケンノという貧しい成功の町にイタリア系移民の家庭の子として生まれる。プラキニ家はもともとはイタリアのピエモンテ州とロンバルディア州の宗教となっているノバーラ山の中原にある町。 アグラーテ・コントゥルビアの出身だったが、祖父のフランチェスコ、サカンコが、職を求めて、ドレーヌに移民した。プラティニ家は、名字からイタリア的アクセント、プラティニは取り払われ最後の、愛に、アクセントが付けられるプラティに変わっていった。数学教師であり、エース・ジェフという地元のクラブのサッカー選手でもあった、父、アルド・プラティニの影響でサッカーを始めると、父の教えもあって早くから、 サッカー選手としての才能を示し始め、1969年に行われたクープガンバル、デイッタというユース大会での活躍が、リーグアンの FC メスのスカウトの目を引き練習に参加することになった。契約寸前まで話が進んだが、心配能力テストの結果は、担当医師の要求を満たすことができるものではなく、呼吸器系と心臓に問題があるとして、不合格となった。 1972年6月22日に17歳でエースナンシーと練習生契約を結ぶことになった。1973年5月3日の1972から73シーズンのディビジョン1ン、2ーイムオリンピック戦でトップチームデビューを果たし、試合は3から1でナンシーの勝利、5月12日のオリンピックリオン戦で初得点を記録した。 同シーズンには6位という成績を残した AS ナンシーだが、クラブは一部と二部の間を行き来する弱小チームであり、翌1973から74シーズンにはリーグ戦17位となり二部リーグへ降格した。この時期にプラティニは代名詞となる FK を極め、1974から75シーズンに自身17得点を挙げる活躍を見せ、一部昇格に貢献。 一年で二部から昇格して迎えた1975から76シーズンには自身が20得点を挙げてクラブを7位にまで押し上げた。1977から78シーズンにはクープル、フランスで決勝に進出。オグック・ニースとの決勝戦では唯一となる得点を決め優勝に導き、バレリー・ジスカールデスタン大統領、当時から優勝カップを受領した。 1979年に AS サンテティエンヌに移籍。サンテティエンヌは1970年代から1980年代初頭のフランス国内において顕著な強さを誇り、国際舞台においても1974から75シーズンの UEFA チャンピオンズップでベスト4進出。翌1975から76シーズンには準優勝の結果を残すなど活躍を続けていた。 プラティニは移籍2年目の1980から81シーズンに自身初となるリーグ優勝を果たしたがリーグタイトルはこの一つのみに終わった。国際試合においては1979から80シーズンの UEFA カップで準々決勝進出を果たしたもののドイツのボルシア・メンヒエングラートバッハに敗退。 1981から82シーズンの UEFA チャンピオンズカップでは予備予選で東ドイツのディナモベルリンに敗退するなど多くの結果を残すことはできなかった。サンテティエンヌとの契約満了を前にイタリアのインテルミラノやイングランドのアーセナル FC と交渉を進めていたが最終的にイタリアのユベントスに移籍することになった。イングランドではなくイタリアを選んだ理由として クリスマスに試合がないし、太陽も楽しめるからと、日程の余裕と気候の良さを上げている。なお、この遺跡は、フランス人選手としては、レーモンコッパが1956年に、スペインのレアル・マドリードと契約したとき以来となる、大型遺跡だった。1982年に、イタリアのユベントスに遺跡。ユベントスは、ワールドカップ。 スペイン大会で優勝したイタリア代表のガエターのシレア、アントニオ・カブリーニ、マルコ・タルデッリ、同大会得点王のパオロ・ロッシラを擁する強豪であり、同大会で3位入賞したポーランド代表のズビグニエフ・ボニエクも、プラキニと同じシーズンに加わるなど実力者、揃いクラブだったが、その中で早くも中心選手となっていった。 1982から83シーズン早々にヘルニアを患いで遅れたが UEFA チャンピオンズカップ1982から83決勝では西ドイツのハンブルガー SV に敗れ準優勝国内リーグではエースローマに次いで2位となり優勝は逃したが自身は16得点を挙げ得点王となった 翌1983から84シーズンには20得点を上げ2年連続で得点王となるとともに、ユベントスの21回目のクデット獲得と UEFA カップビィーナーズカップ優勝に貢献。1984から85シーズンのリーグ戦では5位となり優勝を逃したが、自身は18得点を上げて3年連続得点王を受賞した。 UEFA チャンピオンズカップ1984から85では決勝に進出し、イングランドのリバプール FC との対戦となった。1985年5月29日に、ベルギーブリュッセルのヘーゼルスタジアムで行われた決勝戦は、直前にスタジアム内でサポーター同士による暴動が発生し、死者39名重軽傷者600名を出す惨事となった。試合は、 予定を過ぎた1時間後に取り行われ、56分にボニエクが倒されて獲得した PK を自ら決め、クラブに初のチャンピオンズカップ優勝をもたらしたが、プラティニ自身は人生最悪の試合、この試合の後、罪悪感に悩まされるようになり人生は変わってしまったと発言している。同年12月8日、日本の国立霞ヶ丘競技場で行われたトヨタカップに、 ヨーロッパ代表として出場し、アルゼンチンのアルヘンティノスジュニアーズと対戦。試合は、アルヘンティノスが先行する展開だったが、63分に獲得した PK を自ら決め1から1の同点とし、再びリードを許した後の82分には相手守備陣の裏をかくループパスを、ミカエル・ラウドルップに急止にから2の同点に追いついた。延長戦でも決着はつかず、 PK 戦までもつれ込んだが、ユベントスの5番目のキッカーとして登場したプラティニが、確実にシュートを決め4から2で勝利。ユベントスをヨーロッパ勢としては、初のトヨタカップ優勝に導くとともに、この大会の MVP に選ばれた。またプラティニはこの試合で、トヨタカップ史上で最も美しいシュートと評される、見せ場を作った。68分のコーナーキックのチャンスにおいて、 胸トラップから右足アウトサイドのキックフェントでボールを浮かせ3人の DF のマークを外し、そのまま反転して左足でボレーシュートを放ち、ゴールネットに突き刺した。プラティニは最高のパフォーマンスを見せたとの確信からガッツポーズ見せチームメイトも彼に駆け寄り祝福したが、先進はオフサイドフラッグを掲げていたため、オフサイドと判定され、幻のゴールとなった。 オフサイドと判定された直後に芝生の上で寝そべり、つらづをついて判定に抗議する姿は強い印象を残した。後にプラティニはフランスの日刊シュリベラシオンに掲載された作家のマルグリット・デラストの対談において当時を振り返り、と述べている。その後、UEFA チャンピオンズカップ1985から86。 では、準々決勝で、ベルントシュスターを擁する FC バルセロナに敗退。1985から86シーズンのリーグ戦では4年連続得点王のタイトルは逃した。ものの、AS、ローマや SSC、ナポリを尻溶け22回目のスクデット獲得に導いた。また、フランス代表での活躍、口述もあり1983年から3年連続で、バロンドール、 欧州年間最優秀選手に選ばれるなど絶頂期にあった。一方で1985年末のクリスマス頃に痛めた左足かかとの炎症の状態が回復せず、痛みをかばいながらプレーを続けていたためにフォームが崩れ、シーズンが終了する頃には疲労はピークに達していい。フランス代表としては1976年3月27日に 行われたチェコスロバキアとの親善試合で代表デビュー。この試合の71分に FK から直接ゴールを決めて代表初得点。同年にはフランス五輪代表としてカナダで開催されたモントリオールオリンピックに参加。準々決勝まで進出したが、この大会を制した東ドイツの前に敗れた。ワールドカップアルゼンチン大会予選は4大会。 連続出場のブルガリアと同じ組となったが、監督のミシェル・イダルゴの下で若返りを図る代表チームは、アンディ・ミシェルとマリウス・トレゾールと、う二人のベテランとプラキニ世代の若い選手を軸に、強化を進めていった。1977年11月16日、パリで行われた予選最終戦のブルガリア戦。敗れるか引き分ければ、ワールドカップ出場を逃す苦しい状況だったが、 18分に、自らロングシュートを決める活躍もあり3から1で、ブルガリアを下し12年ぶりの本大会出場を果たした。1978年2月8日、敵地のナポリで行われたイタリアとの親善試合において、GK のディノ・ゾフを相手に2本のフリーキックを決めると、試合は2から2で、引き分けヨーロッパ全土にその名が知れ渡るようになった。 6月にはアルゼンチンで行われた本大会に出場。結果的にグループリーグで敗退したが、地元アルゼンチンやイタリアと接戦を演じ、最終戦でハンガリーに3-1で勝利し、ワールドカップスウェーデン会以来20年ぶりの勝利を挙げるなど、プラティニを中心としたパスサッカーは高い評価を受けた。1979年9月5日、 ストックホルムで行われた UEFA 欧州選手権1984戦のスウェーデン戦で初めてキャプテンに任命され名実ともに中心選手となるがチェコスロバキアに競り負け本大会出場を逃しこの時期にボルドー所属のアランジレスがレギュラーとなりリヨン所属のジャンティガナ、訴訟所属のベルナールジャンジニといった中盤のタレントが代表デビューしたこともあり プラティニが FW として起用される機会もあった。ワールドカップスペイン大会予選では1974、78年大会の準優勝時のメンバールート、クロル、ヨハンニース・ケンスラが残るオランダや UEFA、欧州選手権1980準優勝のベルギーと同じ組に入った。予選は混戦となり残り2試合を残して、勝ち点6のグループ4位という状況となったが、 1981年11月18日、ホームのパルクデプランスで行われたオランダとの直接対決では、プラキニの FK などで2から0でオランダを下し勝利。12月15日のキープロスとの最終戦は、欠場したが4から0で勝利し、勝ち点を10まで伸ばしに大会連続出場を果たした。1982年6月の本大会では一時リーグで、イングランド、クウェート、 チェコスロバキアと同じ組となった。初戦のイングランド戦ではプラティニは制裁を書き位から3で敗れたが、第2戦のクウェート戦では回復し、ジレス、ジャンジニの揃った中盤を引いて、クウェートに4-1で勝利。第3戦のチェコスロバキア戦は1-1で引き分け、グループ2位で2次リーグ進出を果たした。2次リーグでは、初戦のオーストリア戦は、 太ももの肉離れが回復していなかったため、欠場したが、代わって出場したティガナが好調なプレーを見せた。このことで、フランスのメディアの間では、体調が万全ではないプラティニを諦めるべきではないか、との意見が多数を占めたが監督のイダルゴは悩んだ。末にプラティニ、ジレス、ジャンジニ、ティガナの4人を中盤で同時に起用する道を選択した。2時、リーグ最終戦の北。 アイルランド戦では4人のパスワークで中盤を制圧するだけでなくチャンスと見るとゴール前に飛び出す流動的なサッカーで4から1で勝利し準決勝進出この試合で復活を果たしたことでメディアからの批判を封じ込めた準決勝の西ドイツ戦は17分に先制点を許したが10分後の27分に味方選手がペナルティエリア内で倒され獲得した PK をプラティニが 決め1から1の同点とした。試合は1から1のスコアのまま延長戦へと突入したが、プラティニとジレスが変わらず好調を維持。延長前半2分にジレスのパスからトレゾールがシュートを決めて勝ち越し、延長前半12分には、プラティニのパスからジレスがシュートを決め3から1と2点差に突き放した。ここから西ドイツの反撃に、i 三から三の同点のまま決着はつかず、 ワールドカップ史上初の PK 戦の末に4から5で敗れた。3位決定戦では他の主力選手と共に欠場し、ポーランドに敗れ4位となった。20代中盤と選手として円熟期を迎えたプラティニを中心としたポゼッションサッカーは同じくこの大会を席巻したブラジルと共に高い評価を得た。ブラジルの中盤が黄金の4人。 クワトロ・オーメン・ジオーロと呼ばれたのに対し、フランスのメディアは、この時の中盤をアレクサンドル・デュマの三十子になずらえ、四十子と呼んだ。1982年のワールドカップ後、新たにルイス・フェルナンデスが代表に加わり守備的 MF を担ったことで、チームとしての安定感を増し、プラキニはイタリアで積極的な得点感覚を身につけるなど、チームとして熟成期を迎えていた。 1984年の UEFA 欧州選手権では初戦でデンマークと対戦。均衡した試合は78分に自ら決勝点を決め1から0で勝利。この得点でプラティニは代表通算27得点としたが、この記録はそれまでジュストフォンテーヌの保持していたフランス代表の最多得点記録を塗り替えるものだった。続くベルギーを5の0。 ユーゴスラビアを3-2で下し1位でグループリーグを突破しがこの両試合でハットトリックを達成。準決勝のポルトガル戦は常に相手にリードを許す展開だったが延長戦の末プラキニの逆転ゴールにより3から2で勝利。パルクでフランス競技場で行われた決勝のスペイン戦は77分に相手ゴール前18メートルの地点で得たフリーキックをプラティニが決め先制。 その後も追加点を奪ったフランスは2-0でスペインを下し、初の欧州チャンピオンとなった。プラティニは、毎試合得点の9得点を挙げる活躍で、得点王となった。また、彼を中心には木を固めるジレス、ティガナ、フェルナンデスとで形成する中盤、マ、法人のイは、大会を通じて、好調を維持し、パスワークと攻撃力は、他を圧倒した。この大会の結果、 プラキニはテントリアとしてもゲームメーカーとしても一流であることを示した。ワールドカップメキシコ大会予選では東ドイツやブルガリアに敗れるなど苦戦したものの1985年11月16日にパリで行われたユーゴスラビアとの最終戦で2得点を挙げる活躍で3大会連続ワールドカップ出場へと導いた。フランスは2年前の欧州選手権優勝の実績も あり、大会の優勝候補の一つと目されていたが、一方で、プラティニ自身は1985年末に負った、左足の怪我の状態が回復せず疲弊しいた。1986年6月の本大会のグループリーグでは、ソビート連邦、ハンガリー、カナダとの組み合わせとなり、ソビート連邦に次いで2位で、決勝トーナメント進出を果たしたが、 プラティニは3試合で無得点と動きに制裁を書いていた。決勝トーナメント1回戦では前回優勝国のイタリアとの対戦となったが、15分に前線でパスを受けたプラティニが相手 GK の序盤にリの頭上を越すチップキックで先制すると57分にも追加点を奪い2から0で勝利。大会序盤はコンディションが整わなかったが、この試合で従来のプレイを取り戻した。 6月21日、グアガラハラで行われた、準々決勝は、ブラジルとの対戦となったが、プラティニはこの試合の日に31回目の誕生日を迎えた。試合は17分に、ブラジルのカレカの得点で先制されたものの、41分に、ジレスからの強いパスを受けた、ドミニクロ首藤が、右サイドからクロスを上げ、これをプラティニがゴール前で左足で押し込み、同点とした。 その後も試合は一進一退の攻防が続き延長戦に入った後も勝負はつかず1から1の同点のまま PK 戦へと入ったプレースキックの名手と言われたプラティニはフランスの4人目のキッカーとして登場したがこれをクロスバーの上に外すミスを犯したものの5人目のキッカーのフェルナンデスが冷静に決め終わり的に4から3で勝利したこの試合は歴史に残る試合 ワールドカップ史上最も美しい試合と評されている。準決勝の西ドイツ戦は前回大会の雪辱戦となったが9分にアンドレアス・ブレーメのフリーキックから1点を先制された。フランスは反撃に転じたが GK のハラルト・シューマッハーラを擁する西ドイツの剣士を崩すことはできず、後半のプラキニのシュートで同点に追いついたかに思われたがオフサイドと判定された。 終了間際にカウンターからルディフェラーの追加点を許し0から2で敗れ決勝進出を逃した。3位決定戦のベルギー戦はジャンピエール・パパンなど若手中心のオーダーで挑み、プラティニは表彰式のみの参加となった。表彰式にはピンク色のポロシャツを身につけて参加し、終身にこやかな表情だったという。プラティニは選手生活を通じて ワールドカップ優勝を成し遂げることができなかったが、と4年に一度の大会との巡り合わせの悪さを語っている。ワールドカップ優勝を逃したことで一時は、選手生活からの引退を決意していたが、同大会でアルゼンチンを優勝に導いた、ディエゴ・マラドーナのナポリを必ずリーグ優勝させるとの発言に触発れ、引退を1年先伸ばしして、ピッチに舞い戻った。 しかし1986から87シーズンが開幕すると首位を独走するナポリを捉えることはできずに優勝を明け渡した。また、プラティニ自身のプレーも衰えを見せ始めていた。ユベントス会長のジャンニ・アニエルリは説得に努めたが、本人の意思は固く1987年5月17日、セリエへのプレシアカルチョ戦後、と引退を発表した。 スタジアムに残ったサポーターはフランス国家ラ・マルセーエーズを合唱して敬意を示した。ユベントスの引退と合わせてフランス代表からの引退も表明したため同年4月29日にヘルシンキで行われた UEFA 欧州選手権1988予選のアイスランド戦が最後の試合となった。フランス代表での通算成績は 国際 A マッチ72試合出場41得点、49試合で代表キャプテンを務めた。通算得点は2007年10月17日に行われた UEFA ユーロ2008予選のリトアニア戦で、ティエリアンにより記録が塗り替えられるまで、歴代最多記録だった。1988年10月22日、ワールドカップイタリア大会予選において、 フランス代表が格下のキプロスに一の一で引き分けると4日後の10月26日にフランスサッカー連盟の強化責任者クロード・ベスは監督アンリ・ミッシェルを解任。新監督としてプラティニに白羽の矢を立てた。プラティニは監督資格を所持していなかったため最高管理者として指揮を取りジェラール・ウリエがアシスタントコーチを務めた。 11月19日、敵地ベオグラードでのユーゴスラビア戦が、初再敗となったが2から3で敗れ、1989年4月29日に、行われたユーゴスラビアとのホームゲームは0の0で、引き分けた。ホームを、無敗、3勝1分という強さを持ち合わせながら、アウェーでの勝負弱さ、2敗2分が響き、全8試合を3勝2敗3分で、同組のユーゴスラビア、 スコットランドに次ぐグループ3位で予選敗退とう結果に終わった。1990年に入るとチームを刷新し、プラキニ世代のルイス・フェルナンデスやマニュエル・アモロスといったベテランとエースストライカーのパパンや当時ヨーロッパ屈指のリベロと評されたアランブランダを軸に相手に時間とスペースを与えないプレッシングサッカーを試行した。 同年9月から始まった u e f a ユーロ9 2予選では、スペインやチェコスロバキアと同じ組み合わせとなったが8戦全勝で予選を突破を果たし、1991年11月20日に行われたアイスランド戦まで16勝3引き分けの無敗記録を打ち立て優勝候補の一角に挙げられた。また同年には、ワールドサッカー史の選ぶ世界最優秀監督に選ばれた。 1992年6月にスウェーデンで行われた u e f a u 9 2ではスウェーデンとのグループ初戦を1の1、第2戦のイングランド戦を0の0で引き分け、最終戦ではデンマークに1の2で敗れに分けいっぱいの成績でグープリーグ敗退となった。この責任を取り代表監督を辞任し、以後監督業から引退し、いずれのクラブや代表チームを率いたことはない。 1992年2月に地元フランスのサボア県アルベールビルで開催されたアルベールビルオリンピックでは最終聖火ランナーを担当同年にワールドカップフランス大会開催が決まるとフランスサッカー連盟会長のフェルナン・サストルと大会組織委員会の共同委員長に就任2001年1月からはフランスサッカー連盟副会長2002年からは 国際サッカー連盟と欧州サッカー連盟の理事を歴任。2006年からは FIFA の技術委員と普及委員を務めた。同年7月に UEFA 会長選挙への立候補を表明。プラティニは UEFA ランキング上位3カ国の UEFA チャンピオンズリーグ出場枠を現行の4から3に減らし開国に分配する改革案などを公約として掲げいた。当初、 ドイツのフランツ・ベッケンバワーが出馬するものと考えられていたが、最終的に辞退。退任することが確実視されていた現職で、スウェーデン人のレナート・ヨハンソンが出馬を、赤シ両社間で争われることになった。2007年1月26日、ドイツ・デュッセルドルフでの UEFA 総会で、次期会長選挙を行い、2002年から理事になっていた、プラキニオ会長に選出した。 任期は4年。加盟52協会による投票で1回目に50の有効票から27票を獲得し、当選に必要な過半数の支持を獲得し現職のレナート・ヨハンソンを退けた。また規約により、自動的にフィファの副会長に就任した。プラティニは会長就任後、最初の総会で公約の実現を改めて提言。アーセナル FC をはじめとした。 ビッグクラブによる選手の異常な青ガいなどの規制を掲げており、G-14 までのクラブ間の経済力格差の拡大や、その他中小クラブとの格差拡大に歯止めをかけられうる人物としての手腕が期待された。同年11月30日、UEFA 理事会で2009年から2012年に行われる UEFA チャンピオンズリーグにおいて、 新方式のルールを導入することを決定した。本戦は現行方式を踏襲するが、本戦出場チームの決定に2つの予選を併用。5枠は UEFA ランキング上位15カ国のクラブで争われ、残りの枠は同ランキングの16位から最下位までの国内リーグ勝者市で争われることになった。 この新方式は小国にチャンピオンズリーグへの出場機会を与えることを公約として掲げていたプラキニの意向を取り入れたものになった。2008年5月30日、フィファ総会でクラブによる試合において自国の選手6人を先発出場させ、外国籍選手の先発を最大5人までに制限する6プラス5ルール制度の導入が採択され、これを指示した。 また、個人問題に関して、従来の3人審判制から5人審判制に移行する案に賛成の立場を取っており、ビデオ判定の導入には反対の立場を取っていた。2015年に発覚した FIFA 汚職事件に関与したとされ、同年12月に FIFA 倫理委員会により8年間の活動停止処分が課せられた。プラティニは FIFA 会長への立候補の意思を表明し、 次期 FIFA フフ会長の最有力候補と見られていたが、この処分により FIFA フフ副会長、UEFA 会長などでの活動を行えなくなった。そのため、UEFA 会長は、アンヘル・マリア・ビジャールが代行し2016年2月に EFO の会長選挙が行われ、副会長については新任者が決まった。また、この FIFA 会長選挙と同時期に行われた FIFA 員会において、 活動停止期間が6年に短縮された。プラティニは処分を不服としてスポーツ仲裁裁判所に対して異議を申し立てていた。CAS はプラティニの活動停止期間を6年から4年に短縮する一方で、金銭授受,受については正当性が認められないとして訴えを退けた。年月日、f i f a ワールドカップのカタールをめぐって、 フランス当局に汚職容疑で逮捕されたと報道されたが、同日中に解放され、報道も高速に修正され顧問弁護士は逮捕ではないと強調した。ゲームメーカーとして有すべき視野の広さ、足元のテクニックに右足から繰り出す様々な種類のパスと正確なフリーキック、得点感覚が特徴。中盤では、長短のパスを自在に操り試合のリズムに変化を、 与えることに優れていたが、その多くはシンプルなダイレクトプレイであり、相手選手との接触プレイを交わすように、ワンタッチにタッチでの巣を回しを基調としていた。また、ゲームメーカーとしての能力だけでなく、両サイドに流れたり、ペナルティエリア内に積極的に侵入して、得点を決める1.5列目やトップ下と形容される位置でのプレイも得意とした。 ゴール前では中盤でのプレイスタイルとは、打って変わって接触プレーを恐れずに、強引なプレーを仕掛けていたが、シュートの瞬間は、得意な角度から力強いシュートを叩き込むのではなく、冷静に無理なく、ゴールに流し込むタイプだった。また、ヘディングシュートも得意としており、現役時代のフランス代表では、彼のヘディングは重要な得点パターンの一つとなっていた。プラトッシュと呼ばれた、 フリーキックに関しては1976年の代表デビューとなったチェコスロバキア戦、1981年のワールドカップスペイン大会予選最終戦オランダ戦、1985年のワールドカップメキシコ大会予選最終戦のユーゴスラビア戦、1984年の欧州、選手権決勝のスペイン戦など、勝負のかかった重要な試合で得点を決めたことから、 彼の代名詞となっている。ヨハン・クライフやマラドーナのような瞬間的な加速力、あるいは若い頃に心肺機能に問題があると判断されたように高い身体能力を持ち合わせてはいなかった。一方で、サッカーの王様と言われるペレはプラティニを次のように表している。フランス代表時代の監督だったミシェル・イナルゴは、プラティニの人物像についてと表している。 当時のフランス代表では、国外でプレーする数少ないの選手の一人であり、ピッチ上だけでなく、外でもリーダーシップを発揮できる選手だった。その点が、ピッチ上では才能を発揮するが、普段は、寡黙な時代と決定的に違うとイダルゴは、発言している。将軍の愛称から孤高のイメージを持たれるが、感情の起伏が激しいマラドーナや無表情なジーことも、異なる。 前述のトヨタカップで得点を取り消された場面のように、感情を強く表に出すわけでもなく、どこかひょうひょうとしていて人間臭い、物事を一歩引いた位置から眺めているような人物と、表される。フランスの国家、ラ・マルセイエーズに対して、反対の意思を表明しており、国を愛する参加であれば私も、確実に歌うだろうが、戦闘を奨励する歌を歌うことはできない。 フランスという国はしているが試合とは関係のない。戦士の歌を歌いたくはない。サッカーの試合は友情の場であり、戦争を歌った歌詞はそぐわないという理由から、フランス代表の試合前の国家水槽においてラマルセ映像を歌うことを拒否している。一方、引退間際の1987年に出版した自伝の中で、1977年11月16日に、 行われた 1978FIFA ワールドカップ予選のブルガリア戦の際には感情を動かさられ国家を囁いたと記している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。